皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はキラキラ韓流商店札幌店でお買い物したので購入品をご紹介していきたいと思います。ご興味のある方はよかったらぜひ最後までご視聴ください。ではスタート。まず購入品を紹介する前に撮影許可を得て店内を撮影させていただいたのでこちらの様子からご覧ください。どうぞ。でじゃーん、重たいんですけど8000円分ぐらい購入してきました。こちらのお店は札幌でいう新大久保みたいな感じのお店で、実際に私新大久保には 2,3 回ぐらいかな行ったことあるんですけど、すっごい楽しくて大好きな場所なんですけど、しばらく行けてなくて、札幌にこのお店自体あるのは知ってて結構前にね行ったことあるんですよ。2年前ぐらいとかかな。で久しぶりにちょっと行ったらもう店内がガラリと変わっていて、欲しかったものをいろいろ買ってきました。北海道に住んでない方も楽しんで見ていただけたらなと思います。全然ね、あの新大久保とかで多分全部売ってるんじゃないかってぐらい人気な韓国の食べ物とかも買ったんですけど、食べ物以外も購入したんですけど、じゃあまずこちら 3C の鏡を購入しました。こちらは手鏡ですね。これが1500円だったんですけど、箱とかはなかったんですが、こちらの鏡を購入しました。これは前から欲しかったんですけど、こういう淡いピンクが好きなので、しかもハートがとっても可愛かったので売っていたのでこちら買いました。とても嬉しいです。早速メイク動画で使いたいと思います。続いてこちら、じゃん、 KF94 のマスクを購入しました。 KF94 のマスクは前にレビュー動画出したことあるんですけど、そのマスクとは違う種類のものになります。全部違うもので、まずこちらが KF94 の中でもあのくちばしみたいな形じゃなくて、こういった形のもの、これとでこっちがあの立体的な感じの形のなんですけど、こちらはなんか黒の KF 買ったことなくて、まあ、白しかつけたことがなかったんですけど、まあ、1枚ちょっと買ってみようかなと思って挑戦で買ってみました。1枚165円だったので、まあ、試しに買うにはいいかなと思います。続いてこちら、なんか全然どこのメーカーとかわかんないんですけど、ニーハイを買いました。300円です。私スカートを普段履くのでニーハイ、まあ、ハイソックス結構持ってるんですけど、あ、すごいいい丈、こんな感じ。長すぎたらちょっと夏には暑いなって思ってたんですけど、まあ、生地はちょっと分厚いけど、こちらになります。まあ、学校のスカートに合わせてもいいし、濃いめのグレーですね。300円だったのでちょっと買ってみました。続いてこちらがのぐりという名前のインスタント麺なんですけど、海鮮だしが効いてて美味しいのぐりラーメンっていうことで、これ韓国語でマイルドなって書いてあるものが辛さ控えめのタイプらしくて、それを買ったつもりがちょっとこれしかなかったんですよ多分。で調べたらね、甘口のタイプじゃなくてこれ通常のなので多分辛い方だったと思うんですけど、私韓国語が一切読めないのでこれはねちょっと私は食べられないかもしれないんですけど、通常の甘口タイプだったら私でも食べられたかなって思うんですけど、はい、こちらお父
さんとかにちょっと食べてもらうかもしれないんですけど、買ってみました。で、続いてこちらですね。これは多分さあやちゃんが動画で食べていたものと同じかなと思うんですけど、これが食べてみたかったので買いました。なんかこれはチャジャン麺っていうのかな、なんですけど、なんか甘いのと香ばしいのがあるらしくて、こっちが多分甘いのかな、ちょっと全然わかんないんですけど、多分なんですよもう読めないので、なんかね、味の想像がつかないんですけど、これがなんか調べたら人気とのことだったので買ってみました。全部ね、本当にあの韓国のインスタント麺ほぼほぼ食べたことがないので、全部初挑戦って感じなんですけど、ちょっと今度動画の企画とかで食べてみようかなと思います。辛くなければ多分大丈夫と思う。これは続いてこちらです。韓国のソフトキャンディになります。いちご味と普通のがあって、これ多分ね、前も新大久保で確か買った気がするんですけど、結構お土産で渡しちゃってあんまり味が覚えてないんですけど、すごいね、あの一個一個のパッケージが可愛いんですよね。あ、可愛い。なんか言葉が違うんだ全部。でも何にも読めないや。読める方がいたらぜひ読んでください。こんな感じになってます。一個一個とても可愛いので、ちょこちょこしたお菓子とかを詰めて友達にあげるのとかが好きなので、お友達にあげたいと思います。続いてこちら、なんかこれも食べたことない、全部食べたことないんですけど、これオレオチュロスのお菓子になります。カリカリ食感のこういうやつなんですけど、ちょっと気になったので買ってみました。これも 50g 入ってるみたいです。かわいい。なんかパッケージがかわいいものが多いですね。続いてこちら、ハニーマスタードを買いました。私ハニーマスタードすごい大好きで、って言ってもチーズドッグがすごいね流行った時ぐらいに新大久保に行って、ハニーマスタードかかってるチーズハットク食べて、めっちゃ美味しくて辛くないんだと思って、そっからこのハニーマスタードが好きなんですけど、お家でチーズハットク作ってみたっていう企画を撮りたいと思って買ったんですよ。最初は家でも食べたいと思って。でもチーズハットクって作る機会があんまりないから消費しないじゃないですか。でも唐揚げにつけたりして使ったりとか、いろいろ意外と合うので結構ハマったので久しぶりに買いました。なんかビレバンとかには最近も売ってるけど、ちょっとまたあの今度チーズボールをね作りたいなと思ったので、お父さんも好きなのでね、白玉粉でチーズボールの作り方昔出してるんですけど動画、はい、またチーズボール作ってみようかなと思ったので買いました。うまくできたらまたインスタ載せますね。続いて一番欲しかったものなんですけど、じゃーん、地球グミ。どうやってやんの、どうやって持つんだ。なんかさ、こうやって持つの流行ってるんですよ。こういう感じ、なんだっけ、なんかみんなやってない、こうやって、なんかできない、どうやってやってんだこれかぶってかじって TikTok 出してたりして話題の地球グミなんですけど、なんかパッケージに入って5個ぐらいとかのやつが欲しかったんですけど売ってなくて、なんと1つ売りだったんですよ。1粒160円ぐらいだったので5個買いました。ちょっとパッケージがないのはねちょっと残念なんですけど、まあでも地球グミ買えたので良かったです。これはまた別の動画でちょっと1本にしたいと思うので今食べないんですけど、またお楽しみに。続いて靴下。靴下は300円ぐらいだったかな。なんかめちゃくちゃ種類があってすごい豊富だったんですよ。でこんな感じのさくらんぼのワンポイントのものを買いました。赤の部分ラメですね。ちょっとラメ刺繍みたいになってて、最近スニーカーを履くことが多いのでちょっとさくらんぼのデザイン可愛いなと思って買ってみました。もうね靴下は種類がありすぎて、今度ねもうちょっと落ち着いたらまた行ったりして買いたいなって思うんですけど、友達と買ってお揃いとかにしても絶対可愛いと思います。本当にめちゃくちゃ種類がもう本当に豊富でした。続いて私が欲しかったジュースです。これが梨のジュースと桃のジュースとぶどうのジュースなんですけど、ボンボンっていうこれジュースなんですけど、なんかめっちゃこれ人気で、なんかハッシュタグ韓国グルメとか結構いろいろ調べたらもうこのジュース載せてる子めっちゃ多くて、でなんか新大久保とかだとチキン買ったらこれついてくるお店もあるぐらい有名な3種類なんですけど、そしたらこの3種類が売ってたんですよ。韓国だったらもう1個70円とかめっちゃ安いらしいんですけど、まあでも1回飲んでみたかったのでちょっと1個ずつ買ってみました。これはちょっとまた別の動画で飲んだりしたいと思います。楽しみだね。私本当にジュースを普段あんま飲まなくて、飲むとしても 100% って決めてるんですけど、まあちょっと飲んでみたかったので買いました。めっちゃねカンカン可愛いよね。で続いて最後
最後がめっちゃ欲しかったジューシーラスティングティント、ロム&のティントの新色になります。22、23、24、25っていうカラーがあって、24と25が欲しかったんですけど、25が売っていなかったので24だけ購入しました。めちゃくちゃ可愛くて、こちらなんですけど、ちょっと開けてみますね。ロム&のティントは今もつけてるんですけど、本当に大好きで、もうね、ジューシーラスティングティントのフィグフィグをいつも使ったりしてるんですけど、3、4本ぐらい持ってるんですけど、本当にロム&大好きで、パッケージが前のものと違うんですよね。でもめっちゃ可愛くて、このパッケージ。こちらでーす。一回手洗ってこよう。めっちゃ色味楽しみ。あー可愛い。もう私の好きな色って感じですね。うーわ、もうドンピシャ。もうこういうくすみローズとか大好き。可愛い。しかもジューシーラスティングティント、ほんと匂いがいい。カラーがこんな感じでーす。めっちゃ可愛いですよね。今つけてる色とちょっと似てるんですけど、ちょっと上から重ねてみたいと思います。すごい似てる。かわいい。やっぱさ、似てるってこういう色が結局好きってことだよね。こんな感じです。かわいい。どちらかというとブルベさん向けなのかなって思うんですけど、22、23がイエベ向け、24、25がブルベ向けって書いてる方がいたので、まあ、気になる方はぜひチェックしてみてください。でもパーソナルカラーとらわれずに、22、23もめっちゃ可愛かったので欲しいなって思ったんですけど、私はパーソナルカラーで選ぶっていうよりかは好きな色を買ってます。あ、この色可愛いって思ったら別にパーソナルカラー誰向けとか関係なく買ってるんですけど、25がめっちゃ欲しくて、ちょっとまたどっかで見かけたら、それか9点で頼もうかなって思ってるんですけど、もうすごい可愛くてお気に入りです。はい、というわけで今回はキラキラ韓流商店札幌店での購入品をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも参考になったな、見てて楽しかったなって思ってもらえたら、グッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ではバイバイ。食べてみた感想とか買ったものとか全部インスタに載せたいと思うので、インスタのフォローぜひぜひよろしくお願いします。